寒気が入るとね、なかなかこういう感じになって、もうちょっとね、緩めば北風が朝入るんですけど、なかなかその風も難しいんで、今日はまあ、ね、まあ、分かってる方半分以上はまあ、まあ、有意義な時間を過ごしていただければなみたいな、そんな感じしか言えません。まあ、ただあの会場スタッフはもう慣れてるので、あの風を吹いたらもうすぐ30分以内にはスタートできる準備はしてますので、また昨日と同じように、都度ご説明します。こうやってなっちゃうから、もうこうなるから自然にこうできるよね。自然にもう出た瞬間にもうこうできるよ。私は必ずこうなるから、必ずこう走ってるんですよ、知らないうちに。だからこうなりやすいよね。平らだとすごい開くでしょ、もっと。小峰めぐみで、今24歳になります。今は国際優勝を目指して日々練習しています。スラロームは、今まで2回大会出ていたんですが、2回ともレースがなくて、今回も大会エントリーしたんですけど、今回もレースができないで終わりそうです。ちょっと残念です。セールはニールプライドで、ボードは RRD を使ってました。トレーニングスタートだったりジャイブだったり細かい動作とか結構苦手なので、スラロームに乗って、上手くなりたいなっていうのもあって、普段は、R6 というオリンピックペースに今乗って練習しています。とりあえず、今全力で頑張ってウィンドの総合力を上げたいので、やっぱいろんな道具に乗っていろんな方と知り合っていろいろ勉強したいなと思って、毎日ウィンドしたいくらい好きですもうすごい好きです。J26 竹中です。42歳です。まあ、関西ですけども、甲子園、夏場は甲子園とか、秋になると琵琶湖とか、冬場は和歌山の白浜とか、須磨とか、いろいろ行ってます。昨日は、幅90のバーレーのスペシャルボードに、マウイセールの TR7 の11平米を乗っけて走ってました。まあ、スタートはまあまあで切れましたんで、あとはまあボードがでかくて、セールもでかかったんで、なんとなく、とりあえず前の方で走れたので良かったです。全体で9番でメンズで7位ですか。はい。得意とされる種目は間違いなく GPS スピードトライアルですね。最高速度は65キロちょっとぐらいだと思いますね。GPS の大会は今年もトスコで、2位と琵琶湖で5位。 GPS で一番いいのはジャイブがないっていうのが一番いいんじゃないですかね。身長は、192で、体重は今86ぐらいですかね。 JPWA の、ジャパンサーキットにいろいろ出させていただいて、まあ、なかなか成績も上がってこないですけれども、まあ、体が続く限り、まあ、来年以降もずっと頑張らさせていただいて、少しでも上に行けるように、まあ、この来年の大会ではちょっとぜひとも上位入賞できるように頑張りたいと思います。岐阜の A ファクトリーの、青木和弘です。今年44になりました。この大会は3度目です。2009年のフラマゴールの大会でベストアマチュア3位でベストアマチュアを取ったのと、やはり昨年のこの大会も、アマスラ1位を取れたのが大きな戦力ですね。ホームは一応琵琶湖の長浜で乗ってますので、まあ、長浜も、まあ、吹かないことも結構多いので、まあ、北陸の方の福井の島に行ったり、あの木曽川、あとは新米子とかもどっちかというとアップウィンドの方が得意は得意ですね。やっぱライトウィンドが好きなので、はい、A ファクトリーというチームであのウィンドやってるんですが、みんなちょっと引っ張っていこうと頑張ってます。まもなく表彰式、そして、閉会式を開催いたします。選手の皆さんお疲れ様でした。開本、福井の小村です。今回全部お聞きしたいけれども、また来年、目標に向けてぜひ頑張ってください。どうです。三浦チームにお越しますが、せっかく集まっていただいたのに足りないなという気持ち
し訳ないです。また来年も懲りずにやってください。岩崎です。皆さんお疲れ様でした。今回はですね、残念ながら、コンディションに生まれませんでしたけども、関東近縁の方はですね、来月から、三浦レーシングシリーズが始まりますので、ぜひそちらの方に、参加してください。また来年もよろしくお願いします。篠田です。今日お疲れ様でした。来年もまた同じところで開催できると思うので、また来年に期待して皆さん集まってください。今回実行委員長になりました岡田です。今回はこういうポジションで残念でしたけど、また来年皆さん頑張ってこの大会を目指して来てください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。駒です。フィニッシュ戦にいつも乗ってます。上のクラスのレースのフィニッシュ戦なので、来年皆さんが笑顔でフィニッシュしてくるのをまた待ってますので、来年もよろしくお願いします。お疲れ様でした。今回はオープン B とビギナーのフィニッシュのカウントをしています北原です。北方としたクラスはかろうじて2レースほどできたので、選手の皆さんが優しい顔とか楽しい顔をしてフィニッシュをしている姿を見れたのがすごく良かったと思います。スペシャルクラスはちょっと残念な結果になると思いますが、これまで今まで三浦は結構成功してきているので、これに関しては来年参加していただければと思います。はい、会場本部長がやってました山田です。ですね、また来年もぜひ、やっていきたいと思うのでぜひ参加してください。皆さんお疲れ様でした。コンブです。なぜかいつも辛いジェットに乗せられる自分なんですけども、また来年いい風が吹いてレースができればなと思いますので、ぜひ隣の友達をですね、一人誘って、来年は参加してもらいたいなと思います。皆さんお疲れ様でした。今回静岡から急遽お手伝いに来ました、大坪です。僕は、マーク戦で皆さんのファーストマークの、ドラマティックなですねマーキングを撮影してたんですけども、また来年、ああいう楽しいレースができたらいいかなと思います。また皆さんよろしくお願いします。陸上本部にいた田山です。来年新しくプロになる選手が出てきてくれると私も一番下っ端が受けられるのでぜひ皆さん来年勝ってプロ登録してください。お願いします。ちょっと大きな拍手で笑っていいねさあ、本当に子供たちがこのオープン硬くない？大丈夫ですか？いい感じですね。残念ながら、マンレースでしたが、じゃんけんぽい。はい、負けた人下がって、負けた人午後からもですね、ちょっと南風が吹いてきて本当にできるかなと思ったんですけど、あと30分ぐらいあればっていう感じだったんですけど、上のクラスがねできなくて、プロが新しいプロが、生まれなかったのはちょっと残念なんですけど、また来年ですねぜひ、またやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。お疲れ様でした。掛川ですね。ものすごい強い風の中、プロに混じって堂々来いという素晴らしい成績で、今回ここに来たという感じで、本当はここでね優勝して、プロになりたいという希望があったんですけど、残念ながらこういう結果でしたね。残念ながら失敗です。本当は優勝してプロになりたかったんですけど、これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。